ビルヘルム・バックハウス、1907年、ビルヘルム・バックハウスは、ドイツ・ライプツヒ出身のピアニスト、ウィルヘルムとも表記される。ドイツ国籍であったが、後、スイスに帰化した。ルートヴィヒ・バン・ベートーベン、カール・チェルニー、フランツ・リストの直系の弟子。幼い頃から母親に、ピアノの手ほどきを受け、7歳で入学した、ライプチヒ音楽院で、アロイス・レッケンドルフに指示。 フランクフルトにて、当時全く弟子を取っていなかったオイン・ゲンダル・ベールに絶賛され、1897年から支持した。レッスンは各州であったという。1900年、16歳の時にデビューし、最初のコンサートツアーを行った。1905年、パリで開かれた、ルビンシュタイン音楽コンクールのピアノ部門に出場し、優勝した。 この時の第二位は後に作曲家として体制するバルトークベイラで当時自分の人生をピアニストとして思い描いていたバルトークは深く落胆することになった1905年から1912年までと1925年1926年にマンチェスター王立音楽院ゾンダースハウゼン音楽院カーティス音楽院で教鞭を取ったがそれ以降は教職につかず 演奏活動に専念した。1909年、競争曲を世界で初めて録音するソリストに抜擢され、7月15日、ランドン・ロナルド式、新興響楽団との共演で、エドバルド・グリーグのピアノ競争曲の一部を録音した。なお、この音源は、イギリス・パール・レーベルより CD 化され、聴くことができる。また1928年には、世界で最初に、 ショパンのエチュードを録音している。1930年、ルガーノに移住。アドルフ・ヒトラーがバックハウスのファンだったことから、第二次世界大戦中、ナチスの宣伝に利用された。そのこともあり、戦後アメリカでは、ナチ協力者としてバックハウスの来園を拒否する動きが起こった。1946年、スイスに帰化。1954年に、 アメリカの入国禁止が解け、3月30日にカーネギーホールでコンサートを開き、続いて4月5日から5月22日にかけて日本を訪れた。4月22日には、宮内庁において、広順皇后や三笠宮妃の前で演奏。5月13日には、日本赤十字社副総裁、高松宮妃の希望により、神田協立行動において、眼研究緊急援助資金。 獲得バックハウス特別演奏会が実現し、終演後、高松の宮妃から赤十字優交渉が贈られた。なお、5月3日に日比谷公会堂にて行われたお別れ公演は、東芝 EMI より CD が発売されている。1966年にオーストリア共和国芸術名誉十字勲章を受け、 またベーゼンドルファー社から20世紀最大のピアニストとしての意味を持つ指輪を贈られ、ウィーン国立音楽院の教団にも立っている。最後のコンサートが開かれたオシアッハの修道院、教会1969年6月26日、及び28日、ケルンテンの夏音楽祭の前身となる、オーストリアのケルンテン州オシアッハにある修道院教会の再建記念コンサートに迎えられる。 26日のコンサートは無事終了したが、28日のコンサートで、ベートーベンのピアノ・ソナタ第18番の第三楽章を演奏中に、心臓発作を起こしながらも、第三楽章を完全に引き終え、客席へ向かって、会釈をした後に、小声でつぶやき、一旦控え室に下がった。ねぎらいの拍手もあった。団に、これ以上演奏を続けては良くないと勧告されたが、彼は、 その忠告を知りけた。観客に対して自分がプログラムを全曲続けることが不可能であることを司会を通じて告げ、後半のプログラムを変更してなんとかコンサートを終了した。演奏を終えたバックハウスは直ちに病院に搬送されたが、弱り切った心臓はついに回復せず、7日後の7月5日にフィラッハで死去。彼が最後に弾いた曲は、 フランツ・シューベルトの即興曲作品142からに出会った。なお、この両日のコンサートの模様は、デッカレコードによる質の良いステレオ録音で、彼の小声のつぶやきそのものや、司会の声も残されており、バックハウス、最後の演奏会として、何度も CD が発売されている。バックハウスは、ディヌリパッティや、ブラジーミル・ホロビッツなど、他の多くのピアニストとは違い、 作曲をしたり、楽譜を極端に改変して演奏するということは、知なかったが、若い頃に、いか数曲の編曲を残している。ありがとうございます。